ウォルターズレッドの皆さんのためにファイトする姿やみんなの心を動かせるそういうバスケットを皆さんに提供しようと心から信じている選手たちスタッフたちが集まっているチームだと思うので 100% 皆さんのために戦いますので今シーズンも大きなご声援よろしくお願いします。いろんなところでバスケしてきましたがこの、ボルターズレッドの皆さんは日本一の、ブースターさんだと思ってます。なのでそんな皆さんを、と一緒に戦えることを誇りに思いますし今シーズンたくさん勝てるように選手一丸となって60試合頑張ります。今シーズンこうやってボルターズレッドの皆さんの声援が味方になるということですごい頼もしく感じています。去年プレーオフで、とても悔しい思いをして B1 に行くチャンスを逃してしまったんですけれども本当に熱い選手が揃っていると思うので必ず B1 に行けると自分は信じてます。待ちに待ったって感じで、あと1ヶ月、もう今日も熊本から鹿児島に来て、今日本当にどんなチームになってるのか楽しみです。地元にやっぱチームがあって、なんかやっぱ引きつけるものが選手もそうですし、やっぱなんか熊本を盛り上げてやりたいなっていう思いもあってですね。とにかく楽しみで、この日待ってました。でも私の元気の源です。はい。ここのところはなんか生きがいになってます。押すのが楽しみです。インテンシティを上げて相手のやりたいことをやらせないっていう部分に関してはそこは良かったかなと思っててでオフェンス面に関してはもう少しやっぱ日本人と外国人がこ うまく絡みながらボールが左右に動かせると強いチームとやってももうちょいこういいバスケできるのかなと思います。もうちょっとぐちゃぐちゃになるかなと思ってたんで初めての対外試合だったからそういう意味ではなんとか自分たちでこう頑張って整理してやろうとしてた部分は見受けられたので良かったかなと思ってます。みんながコミュニケーションを取って共通認識のもとでプレーしようとしているのがすごくよく分かったのでただ練習の僕たち自身のディフェンスの強度の方が高いのに、ゲームでやっぱりこうずっとわーってアップダウンしているところでなんとなくこう単調なプレーが多かったっていうところは反省かなと思います。I think it was a good game, obviously our first game, so it was really important for us to have a good attitude, good energy, but it's really important to get that experience in front of other teams.
good group of guys that we played, but I think we were striving for a bit more. We had a lot of turnovers, so I think it's important that we come together, review the game, and look forward to these next games coming up, and hopefully do much better. 今年もいよいよバスケットボールシーズンの到来です。バスケットボール B2 リーグ 2022-23 シーズンプレシーズンゲーム、熊本ヴォルターズ対ライジングゼファー福岡の試合をお伝えします。今ティップオフ、試合が始まりました。中崎ミドルショット決まった。川渡り亮のミドルシュートが決まりました。見て、ここでミドルシュートを打ってきて決まった。さあ、第2クォーターが始まりました。さあ、早速、直接送りました山本翔太。シェリフが中に入ってレイアップ。そしてウッドビレのポイント決まりました。さあ渡りのアシスト見事。でもほとんど時間がありません。今ブザーが鳴りました。前半第2クォーターで終了です。熊本が31点、そしてライズゼファー福岡が27点。これより後半第3クォーターに入ります。谷口から上里、ここは早速3を決めてきました。後半立ち上がり早々上里なごむの3が決まりました。さあ残り10秒切っています。第3クォーター、最後シュート放っていきました。見事決めました、山本翔太。そしてここでブザー、第3クォーターの終了です。今スタートしました最終第4クォーター。そしてここで持ち込んだのはジャメール・マクリーン。今ブザー、試合終了です。70対54で熊本が勝利を収めました。今日、初めて熊本のブースターの皆さんの前でプレーをすることができたことはまず一つ、個人としては非常に嬉しかったですし、また皆さんの声援を受けながら、プレーできたことはとても、誇りに思えたことでもあります。プレーに関しては良かった部分もあれば、悪かった部分もあるんで、そういったところをまた次の練習からですね、もっと全員が突き詰めて頑張っていきたいと思います。We played good defense today. Even though our offense is not like we wanted, our defense has been good the last three games, and this is something that we continue to build on and will help us win more games in the future. The offense, like I said, we literally have 1 to 13 new players. So coach is trying to implement a system that fits everybody. That gets everybody in the right position, and I think with a little bit more time, the things that didn't click or haven't been clicking, they'll come together hopefully right up until the season starts. But I think we just need to stay aggressive. Everybody has certain roles that they have, certain positions or roles that they're supposed to fulfill, and I think if everybody does that, then we'll be fine. はい、初の熊本でのプレシーズン開催ということで、結果として勝利する姿を、ファンの皆さんに見せれたのは良かったかもしれないですけど、チームとしては今日のゲームに関してプロセスをしっかり、重要視して、チーム同士でコミュニケーションをしっかり取ること、チームとしてファイトすること、チームとしてプレーすること、オフェンスはまだちぐはぐな部分はあるかもしれないですけど、ディフェンスでずっと我慢すること、ファンの皆さんに楽しんでもらえるようなテーマを選手がすごく頑張ってくれたゲームだったと思います。去年までは、自分と磯野選手がこう前から当たって、で外国籍に渡して外国籍にボールを運ばれるっていうケースが多かったんですけど、本当に今年の外国籍選手、ジャメル選手はじめ、ローソン選手だったりフットビリー選手っていうのがやっぱりこう前から付き合ってくれるので、一緒にボールを運ぶだけでも一苦労になると思うので、やっぱりそういった5人全員でディフェンスするっていうのはやっぱり今年は目標にしているので、やっぱりそこをもう少しでも追求していきたいと思います。富山さんから言われたのは、本当にボルターズが
こう B1 に行くためには何か変化が起こらなきゃいけないっていうことで今、まあ、在籍5年目になる自分が変化をもたらすっていう思いも込めて凌介にやってほしいっていうことを言われて本当に自分の、まあ、プロとしての意識もそうですしやっぱり自分が引っ張っていかなきゃいけないなっていう気持ちは再確認できました。やっぱりこの日本一のブースターさんっていうのを B1 の舞台に上がって B1 の他のチームにも見てほしいですしやっぱりこの熊本の魅力っていうのを B1 に上がって全国に見せたいなと思ってます。プレーマッチがあと半分で、まあ、これからも E1 とかでやれるからそんな機会ないと思うししっかり試合試合、まあ、勝ち負けもそうだけどしっかりやってきた内容にしっかりと一回一回の練習やっぱ大事ですね。今日の練習やっぱ暑い体感の中でやるって分かって、まあ、難しい状況だけど今日の中でもやっぱ今日何を上達するかっていうのを一人一人持ってこないとやっぱ今日暑い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 気持ちの準備がまず大事だと思うし、うまくいかない時とかでもまず自分たちができることをしっかりやりきろう。自分たちがまずコントロールできるところに集中してそれを 100% やりきってその後に結果が出ると思う。まず自分たちがやれることをしっかりやれるように準備していく。すいません、ごめんね。喋る意識がすごい良くてプレーごとに毎回話すとってすごいいいなと思うんだけどやっぱりこう試合になると多分一気にその時間が短くなるからそれにちょっと慣れていくために少しずつ話す時間をまあコンパクトにしながら短い言葉で全員が理解できるようなことになってると思うからそこをちょっとチャレンジしてもいいんじゃないかなと思います。ですね、グッズの件について、お話しさせていただこうと思います。今シーズンの目標はオフェンスもディフェンスも攻めるです。 B1 へ行きましょう。ありがとうございます。今シーズン、何事も挑戦して頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。自分は、今シーズンは変化の年にしたいと思ってます。まず出だし一番最初の試合にしっかり熊本としてこういうふうにワンシーズンやっていくんだというところを見に来たお客さんもそうですし配信見ているお客さんに届けられたらいいなというふうに思っています。僕たちがやらなきゃいけないこともそうなんですけど全力で戦って見に来て感動してもらえるようなことを毎試合のように意識してやらなきゃいけないと思いますし気持ちが入ってない時っていうのは来てくれた人に何も響かないと思うのでそういう気持ちだったり熱量を感じてもらえるような試合にしなきゃいけないなというふうに思います。